武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回はですね、東京医科歯科大学の勉強について話していきたいと思います。東京医科歯科大学ですが、まあ、名前の通り医学部と歯学部のみある大学となっていますが、まあ、その中でも医学部は医学科と保健衛生学科があって、歯学部は歯学科と口腔保健学科がそれぞれあります。で、まあ、やはり医学部、医学科と歯学部、歯学科の2つが難易度高めとなっています。まあ、具体的な、まあ、センターなどの目標点に関しまして、まず医学部の医学科、こちら前期試験だとやはり 90% は超えておきたい、まあ、90% 前半が目標になってくるかなと。で、歯学部、歯学科、ここは、8割前半ですね、が目標になってくる。で、医学部の保健、こちらに関しては7割後半、まあ、理想は8割いくこと、まあ、最低でも75は超えておきたいかなっていう、ぐらいの目標になるかなと。で、歯学部、の口腔、ですね、こちらはまあ6割後半、できれば7割取りたいというのが目標、まあ、センターの点数がですね、目標になってきます。で、まあ、2次に関して、なんですが、ここの問題は割とその学部学科ごとに、基本共通問題で、やることになっています。ただ、まあ、英語がちょっと特徴があって、文章は同じなんだけど、聞いてくる設問が微妙に変わっているという形になっているという点が特徴ですね。で、基本的に、かなり、まあ、処理が早くないと、きついのと、問題解けるとこまでの見切りっていうのをちゃんとやっていかなきゃいけないっていう点が、まあ、きついところかなと思います。どれが解けてどれは解けない、まあ、題目の中でもここまでは解けてここは厳しいなとか、あとはもう似た瞬間結構大変そうだなっていうのを、根気よく解けるような練習を結構しておくことが重要になってくるかなと思います。といった形の、東京医科歯科大学ですが、まあ、勉強の科目ですね、については英語、数学、そして、化学、物理、生物、そして小論文、が、科目としてあります。では一個一個の説明をしていきたいと思います。